今日は、僕の長年の友人の、格闘界のなんて言うんだろうね、なんだろうね、全てを知り尽くしている、和田良学です。和田良学さんです。よろしくお願いします。まあね、あのレベリーとしてはもうね、まあ、いろんなのやってます。すごいよね。いろんな、もう30年やってますね。そうそう、あ、それでもう我々も知り合って、え、30？ 23だよ。23だから、そんなもんじゃねえ。30、40年。え、待って、23でしょ。俺が59だから、計算は弱い。37年。37年になる。37年。付き合いだもん。そうなの、まあ、いろんなことを知ってますよ、沢田健也。言わないから大丈夫。俺もやばいんだけど、ここに至る。もうだって格闘技つけてさ、いないことないもんね。何にでもいるよ。何でも、だからよろずや。だって何、キックからさ、総合から、まあそうだね、キック総合がメインで、たまにプロレスやって。プロレスもやったの？まあ、あの、佐山さん、初代タイガーマスクは佐山さんだけ。前は猪木会長の IJF っていうのがあったんですけど、いわゆるこう、UWFK のプロレスでもどっちかというとこう、なんか格闘技色が強いプロレスの方は今やってます。はい。でもすごいよね。だって全部ルールも違えばさ。まあね、もう最初は下手くそだったよ。だって分かんないもん。で、いやいややってたじゃん。いやいややってる時は、いや、もちろんだよ。だって人の人生とか命あるから、なんで俺みたいないい加減なやつがやってないのっていう。でも、なちゃんよく言ってるよね。本当に選手が、この命を守る、うん。それが一番だっていうね。まあ、だって、本当だもん。だって自分がやったので、亡くなっちゃったら嫌じゃない。だって結構あるよ。この間もだって、もう僕、ね、ボクシングなんかよくね、やっぱ打ち合いますからね。ボクシングって圧倒的に打ち合うんで、やっぱり脳出血で、いまだにそれでもボクシングはレギュレーション厳しいし、こう守るために早めに止めてたもん。あるだとプロレスだと頸椎やるでしょ、ね、もうそれしかないから、それが怖くて。いや、ありますよ、いろいろ。いや、本当に。だから僕の職業ってそれだから、いや、最初の頃なんかもう言えない、言えない。本当に早くやめてやろうと思ってたもんね。結局、ずるずる。やらされてるじゃダメですよね。こうやってくれて。で、自分でフリーになって、やっぱ勉強してから、やっぱり、そこからもっと自覚はついて、いろいろね。やっぱだもんね、やっちゃんがレベリングっていうかやってると安心してみてるわけですよね。いや、どう、それはね、他人の評価なんで自分は分かんないでしょ、うん、いや、でもやっぱ俺もやっぱカットで好きで見てるけどさ、やっぱり止めるタイミングだったり、それはケンボあれだよ、 UWF の時、うん、新弟子みたいなほらやらされたから、ヒンズスクワット、同じことやってたもん、ヒンズスクワットやってる、あんな女からなっちゃって、でスパーリングでギャーギャーやった。打撃はね、だからあれやんないと分かんないよ。いや、そうだね。それはそう、自分がだから、本当に変な話、失神したりとか、落ちたりとか、ね、バキバキはされたり、じゃあ、僕は本当に眼下底もやってるし、鼻も折れてるし、肋骨、ここも皮手術してるし、だから、あれは良かったかもしれない。あの時はきつかったけど。良かったというか、それは自分が経験してるから分かるし、あとトレーナーとしても、すごいそれが役に立ってる。いや、だからやっぱりそうじゃなきゃ、あの絶妙なタイミングで、はい、と、ね、たまにさ、他の人のことあれだけど、おいっていう時あるもんね、見てて、ね、まあ、同業者だから僕は分かりますけど、もちろん、まあ、言えないですけど、いろいろありますよ。この人、役取りに行ったのか、自分だもんね。まあね。だって、あの、ストリートファイターなんて、アメリカね。アメリカ、ピンポン、何の、だって、あれでしょ、あのピンポンだけでしょ、そう、ピンポン。何の、あの、事前の、そういう、全くなく、しかも、あの、トレーラーハウスでしょみたいな、最初、ね、それで、いきなりピンポーンって言って、日本からしたら、ないないです、こういう、やっとるよなと。で、なんか、こうやって、なんか、これは自分、だって、売り込んだわけでしょ、プレゼンを自分で。それで役取れます、普通。あれはちょっとアホだった、ね、いや、アホじゃなくて、その行動力って、はい、普通の日本人ビビってできないですよ。だって、なんつったらいいのかな、やっぱ怖いじゃないですか、
できないよそんなの。いや最初はだって警備員呼ぶぞ。そうでしょ、だって2週間毎日通ってほら結局会えずにってことからね。そこで取るっていうやっぱ健忘だなってのがすげえなと思ったっすよ。それはまあもうこれ、あこの男ね格闘家になったのに、ね、チャンピオンになってますよ。なんかの、本当のあのおそらく打撃系かな、打撃系好きだからやってれば本当にチャンピオンになるだけの器あります。あら、いやありますよ。めちゃくちゃ嬉しくないですか。だって嬉しいよ。僕本物ですからね、トレーナーだし。だって本当才能ありますもん、気持ちも強いし本当に。それどこでキックとかやったら面白かったんじゃないですか、かなり。どの時にそれ感じられたんですか。でも最初から最初ですか。もう出会いの頃からやっぱりフィジカル強かったですから。やっぱりね、ジムだもん、トレーニングしてます。そう、スピードもパワーもあったし、まあでもやっぱここね、まあ最後はここです。結局はここになっちゃう。どんな行くか行かないかになっちゃう。やられても行くかどうかなんです。それこうスパーリングをしてたりするのをご覧になってもう動きとか見てて、よくサンドバッグもそうだし、もともと勝利にやってたんだね、結構ね。でキックのジムが面白い行ったりとか、だからもうだって動き見ればわかるじゃないですか。結構蹴りとかも強いですよ、はい。うん、それはもう一度本当に、はい、だからやってれば面白かったんじゃないかなは思います。そういうのは嬉しいね、うん、これ、ま、真面目な壁これいや本当だからね。すごいこんなんじゃないですか。僕いっぱいトレーナーやってますからね。だってさ藤田和幸とか桜庭だとあのみんな見てますからね、はい、本当にいろんな僕選手を僕トレーナーだってあれだろ、関取とかさ。そうですね、今やってんだよ。はい、今誰だって言っていいの。石浦君とか。なんで石浦君自分のあれをあげたいっていうことね。そうそこだけそしたらいずれまたなんかもうブッキングしますよ、それは。あ、ブッキングしますよ。しますよ、もう藤田君でお願いっつって、あんなゴリラみたいなんで、もう本当に。でも言ってるよね、やっぱ、うん、みんないいやつらは中でもやっぱ藤田さんはすごい。いやー、バケモンっすね。だって、ほんとね、なんだろうな、野木さんっていうボクシングの夢のトレーナーに預けて、うん、もう野木さんがもうこんなパンチの質ない。で、猪木事務所の時にあれっす、LA にジムがあったんですよ。あのそこでマイク・タイソンのミットを持ってた人がいて、ミット持ち藤田がやった時質が全く一緒です。タイソンも全く。ただそのコンビネーションだとか、また藤田のスピードあるんですよ。もっとタイソンはもっと専門なんで、藤田はもともとアマレスですけど、でも全く一緒だって。僕10あの時フルガードして16オンスのグローブとかちょっとストーンってこうやってガードしちゃって、藤田ちょっとごめんねっつって、ダメ切っちゃったっつって、こういうふうにぐらいなんか、ね、なんだろう、鉄球のだから砲丸の弾みたいなのバーツァーン、本当にクルガードしてもクラクラクラってめちゃごめん、だめだ、切っちゃったとか、そういうレベルです。それ受けてるの当たったもん。いや、そんな毎回やってないよ。たまたまやった時すごい。いや、すごい。僕らがそういう、だから僕ら一番怖いのはアクシデントなんですよ。なんかのこう、あ、これバッティング、あ、近敵スクランブルして、これ正当な攻撃なのか違うのかとか、やっぱ見るわけじゃないですか。それで洞察しながらこうやるんで、やっぱそこは冷静じゃないとダメです、もう完全に。もうでも危ない時はもう感覚っすね。本当に考えてたら霊魂学びが遅くなるんですよ。そうすると大怪我させちゃうんで、うん、反応してる人がいいかもしれない。だからそれはさっきも言ったけど、自分でトレーニングもして格闘技もやってきてるから、だから反応してるんです。あ、危ない。だからこうあっちっていうのあるじゃないですか。あっちって飲んだら、ああっつって飛んだことは結構ありますね。考えてないですね。僕パンクラスの時かな、120キロぐらいの次はパウンドって上からバン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 ストップ止めに行ったら興奮して止まんないから、気がついたら僕ローリングしてたんですよ。その時って考えてないじゃん。考えてないけどローリングしてレスリングのローリング、いや、離したんですよ。ラララララっつったら相手のあのセコンドがむっちゃ笑って、なんだあのレフリーはつって笑われてそう外人に。でもそういう時って考えてないですよ。分かんないからもうローリングしちゃって剥がして、じゃないと剥がれないですよ、あんなでかいの。だから普通のレフェリーじゃそういうことできないんだよ。だからダッチャーはどっちかっていうとね、でかい選手とか、そうそう、僕はやっぱりデビュー級とか多いんですよ、やっぱり。僕大体大きいか暴れるやつ担当が多いんですよ、さばける人間として。おそらくですけどね、まあ、あの主催者なりあの上がやってくれ、あとはそのやっぱ軽
クラスだとダメです。でかいじゃん。だから僕はそういうのコントラストとは言わないか、色だから、いや僕は強く見えちゃダメじゃないですか、見栄えの問題で。そうそうそう、だから僕は大体でかい人か暴れるやつだってやってくれて、はい分かりましたって。はい。